川端です。よろしくお願いします。今回はですね、智弁和歌山高校2021年の問題です。直角三角形 ABC があります。角 A が90度です。 BD 対 BC が2対1と分かってます。また AB と AD が等しいことも分かってます。その時に BC は AB の何倍ですかという問題です。これね、シンプルなんですけれども、少しね、考えるところがあって面白い問題だというふうに思います。ではね、早速やっていきます。まずはですね、この AB と AD が等しいっていうところをどう捉えるかってことなんですけども、二等辺三角形が出てきたら意識してほしいことがあります。それは何かというと、頂角の二等分線は底辺を垂直に二等分するっていうことです。図で書くと、こう二等辺三角形がこうあった時にですね、垂線引っ張った時に頂角の二等分線は底辺を垂直に二等分する。なので、この角 BAD をね、二等分する線をピッと垂線引っ張って、ここ A 字としましょうか。ここね、角の二等分になります。で、その時に、ここが真っ二つになるよと。で、今ここ丸1、丸2、1対2ってことなので、この丸2は半分なのだから、ここが1個分、ここが1個分というふうになります。で、ここでですね、今垂線引っ張りましたが、ここでね、次に今 BC は AB の何倍ですかっていう問題なんだけども、この AB とね、要は BC のね、比を求めろっていう問題になってるわけですが、ここの長さとここの長さの関係を求めるにあたってですね、やっぱり何倍かとかいろいろ言われたらですね、まあ相似を意識しますよね。相似ということでですね、相似を意識するわけですが、今直角三角形でピッと垂線引っ張ってますね。で、この形はね、もう非常によく出てくるわけです。これ直角にこう直角を下ろしてますね。こう今 A、B、H、C と。で、今ここの角が、今ここ丸にしました。で、ここの角ちょっとバツとします。そうすると丸とバツ足して90度。なので、ここ丸だったらここバツ。そうすると、ここの角も丸になりますね。ここ90度からバツと丸足して90度。ということで、これ3つ相似になります。三角形 ABH 丸バツ90度、三角形 CAH 丸バツ90度、三角形 CBA 丸バツ90度という具合にね、この3つの直角三角形相似になります。これをうまく使って解くわけですね。で、今 AB の長さをなんか気になるわけですね。 AB の長さ分かんなかったら、まあ文字で置きましょう。ここ長さね、ちょっと X と置きましょうか。で、続いて今ここの比は分かってますね。BH と HD と DC、これ1対1対1。で、比を文字で置くっていうのをやりましょうか。BH を、例えば Y と置くと、CH はこう2個分なので 2Y。また BC の長さはまあ 3Y という具合になりますよね。そしたらですね、この X と Y の関係式、まあ、ここが分かれば答えが出るというふうに考えます。そうすると三角形の相似を考えて、三角形丸バツ90度 ABH と三角形 CBA 丸バツ90度、これで解くことができるんですね。これで X と Y の関係式を作ることができます。まず三角形 ABH の斜辺 AB に対応するのは、もう対応する順番で書いてあるからね、1番目2番目1番目2番目 CB ですね。したがって X 対 3Y、また三角形 ABH の BH と対応するのが BA ですね。なので BH が Y で BA が X というふうになります。そうすると外側と内側かけて X2 乗イコール 3Y2 乗と、したがって X イコール2乗して 3Y2 乗だから、そうすると2乗して3になる数はルート3ですね。で、 Y の2乗はもともと y を2乗したものだから y と。だから x イコールルート 3y ですね。まあちなみにプラマイになりますけど、辺の長さなのでマイナスになることはないので、プラスルート 3y というふうになります。ということで今これ x の長さがルート 3y と出たわけですね。したがって今 BC は、3y です。この 3y は AB ルート 3y の何倍ですかって聞いてますね。3y はこうルート3y に何かけたものなのって聞いてますね。そうするとルート3とルート3かけたら3になるわけだから、
よって答えはルート3倍というふうになるわけです。いいかな。ということで、BC の長さですね。これは AB のルート3倍ということで、まあ、比較的ですね、まあ、ちょっとここ補助線引っ張れたり、引っ張ったりしなきゃいけないので、それなりに、ね、面白い問題だったんじゃないかなというふうに思います。以上で解説終わります。では。